はね。あ、オッケーオッケー、それ使った。はいはい、これこうなってさあ、状態異常入んないんで、ここを生かして。はい、どうも、ヒーター前です。今回はね、カイドウを使っていくんですけど、なんかコメントでカイドウはなんか何だったんだみたいなのあるけど、全然強いよ。まあやっぱりカイドウね、前の環境っていうか、ルフィ出る前までは味方に4人とかいたら、まあちょっとカイドウの良さがなかったんだけど、今めちゃめちゃちょうど良くて、まあ味方にいても2人なのよ、俺含めてね。だからやっぱカイドウを使うことによって、まあ、すごいいいのよね。まあ、ルフィに対してきついみたいな感じはあるけど、まあ、ちゃんとね、超過があれば、あ、お宝ゲージ80%以上あれば状態異常入らないんで、ボロブレス合わせられたり、まあ、他にもね、無敵スキルで普通にあったり、まあ、通常攻撃もね、普通に強いんでね、まあ、ルフィにも負けず劣らず普通に強いんじゃないかということで、まあ、やっていきたいと思いますと。やっぱり状態異常無効とかね、普通に強いから、うわ、全然やっぱ強いと思うんだよ。やっぱ超過がね、すごい強い。もしルフィにやられても、スネークマンにやられな、スネークマンのルフィにやられさえしなければ、全然いけるということでやっていきたいと思います。レッツラゴー。はい、ということで、一戦目よろしくと。いや、カイドウ全然強いですからね。まあ、やっぱり 1.5 っていうか、超過がマジで強いんで、いや、マジでね、そこに関してはやっぱ唯一無二なんでね。やっぱなかなか裏取りをさせないという意味では最強なのではないでしょうか。おー、 C 地点ナイス守り。やっぱね、こうなったらカイドウいるときは C 地点取ってくれるとね、まあ、すぐ援護できるんでね。さあ、ぜひぜひ取っていただけると。あー、オッケーオッケー。じゃあこれはどうしようかな。まあでも多分ワンチャンすぐ取り返せる、3対1だから普通にすぐ取り返せる感じもしなくもないんで、さあぜひ取り返していただけると。あー、ナイスナイス、いいね味方さん。やっぱ味方が強いとなお輝きますからね。まあ一番輝けると言っても過言ではないと。僕が守りますと。 C 地点は僕に任せてください。しかし裏はちょっとね、任せたいんだよな、超過させたいから。でも裏行ったのは多分ルフィローなんだよな。ルフィローだから、うんうんうん、ここは俺に任せろと。ロジャーの方が全然ありがたいわ。超過して、超過したロジャーなら。さあ、オッケー。さあ、カムサリ、打たない。オッケーオッケー。大丈夫、大丈夫。その間にね、一陣取れてくれてるんで。さあ、一陣取ってくれたら一瞬で僕がやっちゃいますと。はい。はい、任せてください。はい、ここ。完璧。C 地点、一陣も守れるし、ここも守れるしで最高です。はい、最高です。はい、最高です。はい。はい、よいしょ、オッケー。吹っ飛ばしていく。完璧ですね。完璧完璧。さあ、シャンブルザッドレッドホークだけちょっと怖いが、ここカムサリ当たんない。はいはいはい、やばい。オッケーオッケーオッケー。まあまあ全然食らってないですからね。さあ、ありがとうありがとう。さあ、ここはでかいと。やっぱ相手の一陣もね、隕石で全然守れるんでね。さあ、そこはうまく生かしていきたいところだが、さあどうしていこうかな。隕石が溜まったら一瞬で撃ちたいんだけど、いや間に合わないな。変に無駄撃ちすんのやめとこう。間に合ったか。いや、いやいやいや、変に無駄打ちするのが一番最悪だから。待ってね。でもこれは裏もちょっとやばい臭いぞ。オッケー、大丈夫。さあ、回避使っちゃったんで、多分、桃源突貫を撃ってくる。はい、完璧、無敵合わせ。よいしょ、オッケー、完璧。強。マジで強いな。さあ、ここはと、あとは無敵だけなんで、オッケー。はい、で、これで、はい。はい、光月系完全に当たってないわ。さあ、これはジャスト回避一発にやつ。おら、おら、オッケーいいよ。どこ行ったどこ行った。はい、全然食らってないね。さあ、ここ任しちゃっていいよ、俺に。俺に任しちゃっても全然大丈夫ですよ。さあ、ここは、はい、もう溜まってます。ここ。これ簡単すぎん、ジャスト回避。マジで。マジで、ジャスト回避簡単すぎん。まあでも、旗は取られることはね、まずないと。はい。はい。はい、オッケー。さあ、全然食らわないっすからね。で、相手の二陣取れた。だいぶ嬉しい。はい。はい、これは撃っちゃって、はい。はい、はい。さあ、ここで隕石降らしちゃって、はい、もう全部援護しちゃいます。全部援護しちゃいます。はい、はい、オッケー、よいしょ。よいしょ、オッケー、よいしょ、ナイス。やっぱ強え、カイドウ。勝率がいいのよ。はい、ということで、2戦目よろしくと。いや、やっぱ強いね。さあ、このカイドウ100じゃなかったんで、ぜひ僕が完成したい感じですね、正直言うと。正直言うとね、やっぱ僕が完成した方がカチカチだと思うんで、まあ、ちょっとね、ここはじゃあ一緒に貯めるなり、なんなりと、さあ、いうことで、はい、おいしょ、これはいきなり4ドリ、まず過ぎる。さあ、オッケー、これなかなか当たんないのがね、だいぶ弱いところ。うん、さあ、だいぶ弱いところなんだが、さあ、これどうしようかな。こうなったらだいぶまずいんだよね、正直言うとね。正直言うとだいぶまずいと。オッケー、これジャスト回避しちゃって、はい、はい、まずい。
これはマジでまずい。こういう時どうしようかな。本当にさ、もうこれ撃つしかない、撃つしかない。もうもう、ね、ちょ、無敵も撃って一陣カバー。はい、オッケー。一陣は一応カバーしといたよ。オッケー。どこ行った？戻ってきたわ。何があった？今の一瞬で何があったんだ？さあ、まあ、しかし俺は完成してると言っても過言ではないんで。はい。はい、オッケー。これはもう無敵合わせるしかないと。オッケー、オッケー。いや、どっか取ってくれるとすごいありがたいな。はい、はい、はい。はい、オッケー、ナイスダウン。ダウンつけて。いや、だいぶまずい。やっぱこうなるとね、カイドウきついんでね。さあ。どうしようかな。さあ、こうなったらすごい攻めてくるね。これジャスト回避しちゃって、まあこうなったらまあ確実に5取りはされないと。オッケー、桃源突かミスってる。さあ、いいよ、全然いい。ここから勝てるのもカイドウですからね。さあ、皆さん見ててください。さあ、ここは、はいはいはい、任せてくださいと。オッケー、ぶっ飛ばしすぎ、えぐ。普通にこのスキル強いんよ。で、あっち行きたいんだけどね。ちょっとここ行けないな、杯に蓋されて。あぶねえ。ちゃんとお宝エリア入っててよかった。でかすぎると。さあ、これね、タイミング見て守りたいんすよ。守っていきたい。で、あとここ3つでしょ。正直守れるでしょ。うん、余裕ですね。はい、ここから見ててください。これが強さです。これがディフェンダーの強さです。皆さんにお見せしていこう。さあ、オッケー。さあ、どんどん開けて、おいしょ、オッケー。さあ、ここ入って、はい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 、オッケー。さあ、これ倒していきたいよ。オッケー、これが強さですよ。これ全然強いからね。やっぱ守れるね。あんなにやばいと思ったけど、やばいわ。やっぱちょっとやばいかも、ちょっとやばいかも。オッケー、はいはいはい、ごめんなさい。オッケー、オッケー、まだ1回生き残れてた。さあ、これ犬神狙ってるな。さあ、オッケー、よいしょよいしょ、オッケー、ジャスト回避、これ間に合う、間に合う、オッケー。でかすぎる、ここで、これはここで、これはでかすぎるのよ。オッケー、オッケー、ここでダウンでかいよ。で、裏多分大丈夫だから、はい、強すぎる。さあ、ここは裏を守っていく。オッケー、これが超過の力、強くない？普通に強くない？さあ、これを多分、オッケー、オッケー、超過されてるんで大丈夫でしょう。オッケー、あっちもいいね。いや、やっぱカイドウ強、超過が強いのよ。強くない？はい、ということで、3戦目よろしくと。いいね。カイドウさん、やっぱ守れるよ。やっぱね、その3人とか4人とかのカイドウはいらないけど、やっぱ2人までだったら、まあ、やっぱ強いね。いや、でもルフィと戦ってないからな。まあ、ルフィとどうやって戦えばいいんだろう。まあ、だいぶきつい戦いにはなってたからな。さあ、裏いきなり来るの誰だ？ウソップか。うわ、杯か。さあ、C 地点は相手に取られると。しかし取り返せそうだね、あの感じ、あの感じで取り返せそうなんで、取り返した瞬間打つのもありなんだけど、 C 地点余裕そうだから、とりあえずここを、はい、貯めて貯めて、はいはい、 OK。 さあ、回避使った。さあ、俺が行くか。じゃあこっち、さあこっち行っちゃって、はいはい、よいしょ。あれ、ヤマト任せていいよ。任せて任せて、ヤマトも全然任せて、全然任せて。いや、オッケーオッケーオッケー。さあ、ここはやばい、間に合うか。 C 地点、 C 地点間に合うか。さすがに2人は間に合わないな。ちょっとさすがに間に合わなすぐ。さあ、オッケーオッケー、まあまあしょうがないですね。さあ、ここは、はい、回避使った、よいしょ、オッケー。普通に強いのよ。普通に強いのよね。さあ、ここは大丈夫、はい。いや、おでん任せていいよ、おでん任せていい、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 任せていい。どん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 攻めていこう、はい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 、オッケーオッケーオッケー。さあ、いいよ、カイドウさん安定しているよ。さあ、ここは、はい、オッケー、はい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 、オッケー。いや、今の当たんないか。まあまあまあ、任せてください、任せてください、ロジャーさんは、はい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 、オッケー。いいよ、やっぱ杯いいね。杯じゃない、カイドウさんいいね。さあ、敵部ここ守り切ったら全然逆転できるんでね。おー、いいね、ルフィ2人でかすぎるよ。さあ、スネークマン使った。さあ、スネークマンだったらカイドウいけるんすよ。バウンドマン なられたら結構きついんでね。さあ、ロジャーさんがいい活躍してる、いいよ。で、ここから俺らがブーストやっちまうか。さあ、ここどうしようか。オッケー、はいはい。いや、まずい、まずい、それがまずい、危ない。ナイス吹っ飛ばし、ナイスすぎる吹っ飛ばし、よいしょ。オッケー、しょうがないしょうがないしょうがない。オッケーオッケー、はい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 、オッケー。いや、ちょっとごめん、中で倒れさせちゃった。さあ、これは回避読んで、はいはい、オッケーオッケー。ここの間に取ってくれるとすごい助かる。さあ、これ任せろ、これ無敵で2陣目守っていきたい。オッケーじゃないな、オッケーじゃないな。さあ、これは回避読んで、はい、もう取っちゃおう取っちゃおう。オッケーで、これ誰か取ってくれるとありがたい。はい、
はい、オッケー。さあこれで吹っ飛ばす。強い。マジでやっぱ勝率がね高いのよ。さあ裏へ。お、オッケーオッケーオッケー。危ない外で、危ない。オッケーオッケーオッケー。はいはいはい、オッケー。はい、大丈夫。さあここはでかい。さあいいね、強いよ。やっぱ強いな。裏は裏ちょっと任せて。はい、ここ吹っ飛ばしだから大丈夫で、最後残り7秒、これで勝ち確です。これはもう勝ち確なのですとこのゲージ量は裏も守れて勝ち確、強い。はい、ということで4戦目よろしくと。やっぱね、試合見ると分かると意外とね、ルフィとカイドウってもう戦うこと少ないよね。まあやっぱロジャーとかが見てくれたりするんで、まあ意外とやっぱ少ないんだよね。あとカイドウ倒せても結構旗取ることできないですよね。やっぱカイドウとから倒す時って大体バウンドマンの時じゃないですか。でバウンドマンの時って、まあ、防御も、逆にスネークマンだったらあんまやられることはなくはないんだけど、まあそこまでねキッツーとはならないんで、さあ全然オッケー、全然オッケー。ここ貯めちゃいいの。さあオッケーオッケー。 C 地点取りたいな。こうなったら、こうなったら取りたい。ナイスナイス、いいよ。さあここは任せろと。はい、そっちか。まあまあまあいいだろう。さあこれは、はい、オッケー。ボロブレっちゃって、これ取れる。でかい、でかすぎる。こうなったら強いぞ。うちのカイドウさんはオッケーオッケー。吹っ飛んじゃった。そしてモーカも入っちゃったと。ちょっとまずいね、ちょっとまずいね。さあこれはジャスト回避で、一旦ここは無敵スキルで、まあ今ちょっとレイリーね瞬間移動失敗してたんですけどね、まあ、まあ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 、はい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 、オッケー。これで吹っ飛ばしちゃって回復、いいよ。はい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 、オッケー。うわー、今ジャスじゃないけど、まあ、むしろ回復なんだよね、レイリーさんは。さあ、オッケーオッケー。さあ、これはこれ使っちゃいいの。誰に言ってんの？びっくりした。お、そう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 、竹こっちに向いて。誰に言ってんの？誰に向いてんの今の。びっくりしちゃったよ。さあ、オッケー。これは、まあ、杯はね、こんな通り、結構余裕なんでね。さあ、いいよ。さあ、守りきれちゃう。これも、マグマ玉にダウンしちゃおう。オッケーオッケー。全然いいね。全然いいけど、やっぱこの間の攻めよね。さあ攻めがあれだけど、ないのがあれなんだけど、まあまあルフィもいるからルフィを倒していきたいんだけど、さあいいね、ナイスボロブレス。これ後半当たる。ナイスボロブレスだよ味方、それはめちゃめちゃありがとう。そしてこれは吹っ飛ばないんで、さあどっちが乗るかだよなこれ。オッケーオッケー。ウソップ乗ったか。これ裏取りカイドに任せよっか。カイドに任せて、いやルフィほら誰かが勝ってくれるんだよね、やっぱ。そうそうそう、それだからね結構優勢。まあそんなねきっつーとはならないんだよね、対面はしないから。さあおでんみたいなルフィだったらね結構きつかったんだけどね、意外と対面はしなくもしないこともないんで。さあ危ない、これ敵のかと思っちゃったよ。さあここは、さあまあまあ大丈夫だね。ここ超過させてしまえばもう一気に優勢で、敵ブースト来る。はいはいはい、敵ブースト来てるんで、いや無敵撃ちたかった、ごめん。間に合うかこれ、間に合うかな。まあいっか、とりあえずこれは C1 点、とりあえずここで撃っちゃって、撃っちゃって、これ間に合うか。オッケー、えぐいの入ってるね。いいの入ってたよ。さあここからブースト、回復ブースト。さあいいね。さあルビーくん最後ここで時間稼ぎでもしてようかなと。はいはい、オッケー。でこれでさ、すぐ吹っ飛ばしちゃう、先吹っ飛ばしちゃう。オッケー、先吹っ飛ばせばルビーくんもこの通りだよと。はいはい、ルフィ君ナイス狩り、オッケー、いいね。はい、ということでラストやっていきたいと思います。いやーやばいな、連勝がやっぱ止まらないのよね。やっぱね今カイドウが、まあ、まずそんな多くないのと、やっぱカイドウがチームに一人いるかないないかでだいぶ違うと思う。やっぱ超過してくれるし、やっぱだいぶ強いよね。まあ、ルフィも言うて、ロジャーとかおでんが勝ってくれたり、まあ、そんなキッツキツーではないんだけど、ルフィ来るか。あ、ルフィ来たわ。やってみようかな。で、状態異常今入んないんで、そこはね。あ、オッケーオッケー。それ使った。はい。はい。これ、こうなって、さあ、状態異常入んないんで、ここを生かして、行っていく。ルフィも行けると。いや、状態異常入んなかったら結構いけますね。さあ、ここじゃあ、こう任せてもらって、さあ、攻めてっていいですよ、ロジャーさん。いや、やっぱ状態異常入んない状態だと、ボロブレス逆で打っていけるっていうね。まあ、その利点はある。さあ、どうしていこうかな。でもこれ C 地点取りたいな。相手、杯多いから多分 C 地点取る気ないんだよね。じゃから多分、じゃからとか言っちゃったけど、味方もだから取る気ないのかな。まあまあ、そこら辺はね、考えようっすからね、要は。要は考えよう。何言ってんだ？さあ、ここどうしようかな。危ない。これどうしようかな、マジで。こうなったらどうしよう。C 地点みんな取る気ないな、この感じ。この感じ取る気ないのは分かったから。じゃあ、ここ俺に任せろと。はい、はい、はい。はい、オッケー。はい。
はい、さあこれは逃がすか、逃げられた、ガッツリ逃げられてる。さあここどうしようかな。オッケー、はい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 、オッケー、やばい、これもう一回入ったらまずい。オッケーオッケー、入ってない入ってない入ってないから、これ相手やっぱ杯多いからあれだな、取る気ないな。まあとりあえずこれ打っちゃって、犬神が怖い、ちょっと早かった。さあいいよ、さあここら辺でボーン。いやもうちょっと貯めてもよかったな。まあでもいっか、とりあえずお宝エリア入れたから、それだけでも OK。 はい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 、全然もうこうなったら余裕っすよ。はい、さあ犬神使ってくるか。はいはい、ケオしちゃえ。うわくっそ、俺の火力若干足りない、若干足りないだよね。しかしこれ逆に言えば、逆に言えば逆なのでは。はい、これはあーだよね。まあでもこれは、はい、オッケー、犬神は避けれる。はい、不毛な争い始まりました。不毛な争いなんですよ、杯さんとはやらせてもらってます。さあどうしようかな。でも相手も犬神使ってたし、いやこれまずいな、こうなるとまずいんだよな。はい、やばい、もう一回入った、もう一回入ったけど、まあまあ全然ね。はい大丈夫、はいはい、いや KO されちゃったか。いやまずいな、同時ブーストでこれは、これはまずいが、いけ、 KO しきれ、オッケー、はいはいはい、いやーくそ、これダウンするか。いやーやばいなー、これどこで攻めれる、どこ攻めれるよこれ。はいはい、いやーいけるか、いけるのか味方 C 地点、いけるのか、いけない、いけないな、いけないな、いけないな、こうなるときついんだね。うん、劣勢になるとすごいきつくなっちゃうね。